これは七尾四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾由郎の音楽魂、ということでね、今日秋晴れのいい天気ですよね、うん、いい天気の中お越しいただきました、ゲストご紹介しましょう。まずはですね、ブルーローズの2人です。イエイ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。久しぶりですね。はい、ね、あのいかがでしたか。お元気でしたか。それ は、 はい、元気でございます、ね、はい、はい、とても元気でした、はい、やっぱり元気です。あ、熊本からね、あの、はい、今日は2度目のね、はい、放送ということでですね、その後いろいろなんか、まあコロナとかいろいろありますけども、いかがでした。はい、もうね、とにかくまああんまり減らないかったので、うんうん、もうどうかなと思ってましたけど、うんうん、結構皆さんも精力的に活動が始まってるので、私たちも流れに乗ろうと頑張っております。そうですよね。はい、あのオカリナのね、あのデュエットっていうことでですね、デュエットというかお二人ですけどもですね、この今テーブルにこうオカリナが置いてありますが、これはもうすごい、はい、あの高級なものなんですね。そうですね。ね、こちら特にですね、はい、これ伊万里焼です。伊万里焼、はい、はあ、これ今映像も撮っておりますけどもですね、はい、あのいろいろオカリナを見たことはありますけども、こういうなんかデザインのものって少ないですよね。そうですね、珍しいかもですね。そうですね。やっぱりこうオカリナを始めたきっかけというのは大体どういう感じなんですかね。いろいろ話せば長い。そうですね。もともとは私たちオカリナではなくて、はい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 、音大はクラリネットで、ああ、はい、そう言われてましたね、はい、卒業しておりまして。お二人とも。はい。あ、そうなんですか。師弟関係っていうのをこの前の放送で話したことです、はい、そうですよね。あの古町さんが先生だったんです。そうです、家庭教師をしてました。上田さんの、上田さんの家庭教師、はい、あ、そうでしたか。で、年がバレそうになっちゃったんですよ、前回の放送、放送事故が起きそうでしたね。いやいや、失礼いたしました。まずね、そのこの、まあ、生の音もね聞いていただきますけどもですね、あのこのアルバムが出ておりますけどもですね、はい、あ、テゾーロミア、はい、うん、というアルバムですけども、その中からね、ご紹介しましょう、アベマリア。
ということでね、イエーイ、ありがとうございます。ボサノバで始まりましたね。はい、そうですね。これは去年の発売のアルバムですね。はい、11月に、はい。はい、あ、テゾーロミア。ね、これはどういうこの感じで曲を選んだとかっていうのあるんですか？そうですね、まあこのタイトルが、うん、私の最愛の人へっていう意味なので、うんうんうん、まあそういう好きな方ももちろんですけど、うん、お父さんお母さんの、うん、そういうこうお世話になった方たち全ての方に向けて作ってるので、うんうん、童謡とか唱歌も入れてるんですが、はい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 、それはもう、ね、私の子供の時に母がよく歌ってくれた曲だとか、うん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 、それを厳選して、はい、入れています。なるほどね。それ幅広い年齢層にねこれは聴いていただけると思いますけどもですね、今日松下としみがちょっとお休みになっておりますね。ぎっくり腰がね、うん、大変ですね、ということでね、こんな感じでやっておりますが、なんとなく普段頼ってたから一人じゃあれは問題ないよね。うん、まあもともと一人でやってましたからね僕ね。あ、そうなんですね。そう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 、最初15分番組でしたのね。そう、それで一人でやってましたけど、立ったり座ったりしていながら、で声が僕でかいからここで歌うと割れちゃうんですよ。だから立って歌ったりとかね、いろいろ試してみて、勉強しましたけどね。そうだったんですか。今日ね、今日はブルーローズということでですね、さてさてそのライブがね、はいはい、明日になりましょうか。はい、これあ向こうに置いてきちゃったな今。あ、これいいですか。はい、どうぞ。これ10周年記念ライブツアーということでですね、まあほとんど明日から始まるツアーになりましょうかね。これそうですね、もう7月にプレコンサートを1回やってるんですけれど、熊本でね、はい、はいはいはい、まあメインはその九州が多いですか。やっぱりそうですね、はい、それで9月17日明日東京恵比寿の、はい、キラホールですか。はい、これが、オープン14時からスタート14時半ということでですね、はい、キラホール恵比寿ですね、はい、これね、はい、どうぞねお越しいただけたらと思います。それからまあ続きますね、これ今と24日が、はい、9月24日が大牟田ですかね。はい、ひまわりホール、ひまわりホール、はい、これがまあ大体13時半からスタートということでね、はい、だいたいお昼は多い感じですね。そうですね、やっぱりオカリナの年齢層というか、うん、私たちよりちょっと上の方たちが多いもんですから、うん、みんな早く眠くなっちゃう。そうですね、もう5時にはご飯食べたいっていう方が多いんですよ。です、ね、あ、なるほどね。だからまあお昼が多いですね、うん、あ、はい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 。あ、そうですか。それから続きましてですね、はい、箱崎、はい、これは9月25日ですね、はい、これはももあん、はい、ということでね、これがこれもお昼ですね、はい、ほとんどねお昼、そうです、お昼間ですね。ランチライブとかっていうわけじゃないんですね、ホールですよね、これ。そうですね、ホールですね、うん、なるほどね、うん、やっぱりいろいろこう音楽によってあるんですね。早めの時間にした方がいい、ね、皆さん早いですね、やっぱりオカリナは、はい、あ、オカリナは早い、早いです、はい、全て皆さんお昼間が多いです。お昼間が多いですね、はい、そうですね、そうなんですか。なるほどね、これちょっとあれでしたけども、あと11月ここは大野城、ね、はい、大野城市、はい、レグランっていうねとこですけども、はい、これもお昼14時半スタートということでね、はい、3,000円ドリンク付きということで、うん、これもソールドアウトはいね、もう早ここはすみません、はい、もうソールドアウトになりましたね、はい、ありがとうございます。 で、 す、ね、で11月20日熊本、はい、レストランバースターライトっていうね、はい、これはまだちょっと時間が見て、はい、そうですね、12月20日って僕誕生日なんですよ。あ、
そうなんですね。12月？あ、11月。11月。あ、うん、本当ですか。そうそう、うん、あの誕生日別に催促してるわけじゃない。もうバースデーライブこの間あのしゅんちゃんのね、バースデーライブ、シオメブルームードね行きましたけど、まあいくつになってもね誕生日は嬉しいもんですよね。そうですね。うん、だからまあそういうねあの軽くね。流しておきたいと思いますが、ということでね、ブルーローズこのツアーですけどもね、10周年記念ライブツアーを、ね、お届けしました、はい、そしたらですね、この、アルバムの中からもう一曲、うん、お届けしましょう、そよ風。ひとひらひとひら花
ように。ですね、あタイトル何でしたっけ？そよ風。そよ風ですね、はい、この透き通った声ね、羨ましいですよね昔からそんな綺麗な声なんですか？いやどうですかね、いやでもずっとこんな、はい、あね僕はダミ声でねセクシーですよ。いやいや、あのお便りをね紹介しましょう、はいはい、まずはですね、この方は鳥取県米子のともちゃんですね、はい、男性の方ですね、はい、59歳っていうことで、はい、金尾さん松下さん、月曜日の米子でのライブお疲れ様でした。ね、ありがとうございました、追悼ライブ、まあでしたけどもですね、素敵な夜を迎えることができました。やっとリアルにご挨拶してきて嬉しかったですというね、フェイスブックでもつながってたんですけどもね、おそらくそのともさんっていう方ですね、アルバムをやっと買いました、心にしみる歌詞の連続ですね、ありがとうございます、また米子にも来てくださいねってね。ブルーローズのお二人、しゅんさんからのご縁でアルバムも聴かせていただいております ね、心癒される音色ですよねっていうことで、いつかリアルにお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます、米子のともさんですね、はい、ありがとうございます、ということでですね、もう一方ご紹介しましょうか、ラジオネーム鶴見の九州男児、59歳というね、うん、ですね、いつも楽しく拝聴させていただいております、鶴見の九州男児ですって。九州の方も結構多いですよね、お二人もね、熊本で、ね、はい、九州の男はダメでしょ。ダメです ね、あのね、ダメっていうか、やっぱ女性がしっかりしてるから男は甘えちゃうのよ。そうなんですね、だからもう結構そういう感じですねって女性はしっかりしてますよね、九州の女性は。苦しないといけない感じになるんですかね。だから男はそれに甘えるというね、大体そんなもんですよね。今日の二俣川は、秋晴れの最高な感じですということで、いつも鶴見でラジオを拝聴していますが、バイクの免許を取得したので二俣川の、運転免許センターで免許更新しておりますという、この地区では川崎 FM 入らず、明日の配信を楽しみにしておりますって、これはね、どこでもね、今全世界で聞けるようになっております、この iPhone とかスマートフォンですと、なんだっけ、リスラジ、リスラジですか、ね、リスラジ、はい、ね、リスンレディオ、ラジオ、で聞けますよね、まあそれこうちょっとアプリをね、無料アプリがありますので、それで聞いていただきたいと思います。ここら辺でですね、生演奏ね、お二人の生演奏をちょっと聞かせていただきたいと思うんですけども、はい、どうしましょうか。はい、それではよくブルーローズのライブでよくやる曲ですね。そうですね、100年続けますようにって歌詞が、そうですね、ありますよね。100年も続くちょっと大変ですけど、これをちょっとオカリナでやってみたいと思います。はい、はい、1番、はい、はい、いきます。Thank you.
色どうでしょう。これはあれですか、その先ほどもちょっと聞いたんですけど、そのピッチとかってこうなんかやっぱり自分の吹き方で合わせ、そうですね、もう耳で合わせるしか変な音が出ちゃうのでね、考えないと、そうなんですか、分子はあるんですけどきちんとですね、なんですけど、まあ、ピアノだとドを抑えればド以外は出ないんですが、オカリナだとドの運指をしても、ドじゃない音が出ちゃうんですよ。息の加減でですね、強く吹けば上がってしまうので、お互い聞き合って合わせるしかないですね。あ、そうなんですか、ピアノとかがない場合はですね、じゃあピアノの場合は、そのピアノと一緒にジョイントする場合はどう、はい、もうピアノの音に近づくように、はい、聞きながら、だからまずもって音痴だとちょっと難しい。そうなんですか。そうですね、あ、耳がやっぱ良くないと、やっぱ緊張するとドキドキしちゃうので、音が上ずっていってしまうんですよね、やっぱり生徒さんとかそんな感じが多いです。難しいんですね。じゃあ難しいです、とっても穴開けただけですからね。なるほどね、これはしかしあれですね、あの僕にとって未知のもんだけど、こう吹けば音が出るっていうわけじゃないんですよね。出るんですけどね、あの正しい音が出るかどうかっていうと、そうですね、音自体はもう、音は一応出るんですよ、出るんですよ、鼻息でも出るぐらい、鼻で吹いてみますもんね。あ、そうですか。指がこうちょっとでも開くと高くなっちゃうんですよ。だからきちっとこうこういうふうにパコパコパコっと、しっかり塞いどかないと変な音が出ちゃいますね。へ、じゃあ難しいですね、結構ね。そうですね、こう厄介な楽器ですね。いろいろ種類あるんですか、その 今、はい、今古市さんが弾かれてるのはちょっと高めの、はい、そうですね、これはあのソプラノ F 管というものになりますね、非常調の楽器ですね。こちらがアルトの C 管で、ソプラノ管に比べると少し一回り大きい感じがね、見た目は低音が、そうですね、これがあのドレミファソラシドのドからファ、はい、ドレミファのファから始まってるのがこっちです。あ、そうなんですか。音韻キーというか、あの運指は全部一緒なんですよ、オカリナは。指の動き、あのドはドなんですけど、これでドって吹いてもファが出てきちゃう楽器です、 F なので。ああ、そうなんですか。ブルースハーモニカとアンナノと一緒ですよね。ああ、なるほどね、持ち替えて。なるほどね、いや、それは僕が深いですね、オカリナってね。ということでね、ブルーローズの別の動きっていうか、ライブ活動ってありますね、はい、なんかね、もうそれはどういうことですか。そうなんですよ、あのちょっとこのブルーローズとはあの癒しを売りにしてますが、今度あのこちらのアンダンティーノっていうのですね、これをちょっとあの金尾さんに渡して、このアンダンティーノっていう、なんかこうあの茶髪のお嬢さんたちが4人グループ、金髪ですね、金髪、はい、あの金髪のね、あのこれはあれですか、あれ、あの古里さんとかね、はい、上田さんも一緒に入ってる、はい、あの上田さんは、マドレーヌという名前です、はい、この時にはですね、はい、マドレーヌいた、はい、あ、これ上田さん、そうです、はい、本当、私がジョセフィーヌ、ジョセフィーヌね、はい、これはすごいなんか割とオールディーズっぽい感じの、そうですね、はい、始まりはそういう曲からやり始めて、はい、最初の時そんな衣装でやりましたね。こういうあのユニットっていうか、そうですね、こちらはもうあの1999年から作ってるので、もう20年以上になりましたね、あ、グループが、はい、あ、そうなんですか、はい、ブルーローズやる前の前身ですね。そうですね。ははははあ、この方たちがここ、そうです。はい、そこの、あの本当の素顔はそっちです。こっちね。これ知らないとびっくりするよ。そうなんです。でも全然違うバンドかと思ったもん。そう。あの着替えてこっちになると誰も気づかないというですね。誰みたいな感じ、ね。気づいてもらえなかったですね。はい、気づいてもらえませんでした。これは、キーボードとオカリナと歌と、はい、はい、そうですね、
これあれですか、そのもともとはそのコンテストみたいな。はい、まあずっとアンダンティーノとして20年ぐらいやってて、うん、20周年を迎える年に、うん、ここでもおなじみのマーティー・ブレイシーさんと、マーティー、はい、マーティーさん、汐留のブルームードで初めてお会いしまして、それも菊田さんのライブに行った時に紹介してもらって。そうなんですか。はい、初めて、もう何年前、19年くらいですかね。そうですね、はい、ああ、そうでした。2019年ぐらいにお会いして菊田さんから紹介していただいて、うん、でその時に私たちに女性のそれはバンドなのって言われたから、うん、はいそうですって言ったら、こんなのやるんだけど出てくれないみたいに言われたのが、うん、ビバンジョコンテスト、はい、マーティー・ブレイシーさんが主催なさってる京都で、その時私たちは第7回に出たんですけど、うん、ね、はい、まあトントン拍子に決勝に残りまして、うん、京都で7団体で戦ったんですけど、うん、優勝してしまったんですよ。でそれからコロナが流行りだして、第8回が去年あったんですけど、去年はコンテストじゃなくって、歴代の優勝者が集って、優勝バンドの配信ライブがあったんですよね。で今年は第9回の、はい、ビバンジョコンテストが11月の12日にあるんですけど、こちらで私たちは前年度の優勝者ということで、うん、ゲスト出演をいたします。あ、なるほどね、はい、ビバンジョコンテストの、はい、ゲスト出演、ね、そうですね、11月12日、はいはいはい、京都に行きます。京都ですね、はい、京都どこですかこれは。京都のここはあれだったよね、ラグ、ラグ、はい、はいはい、ですね、配信ですね、これも配信です ね、 そ う、 ですね。あ、そうなんですか、はい、なるほどね。これ第7回ビバンジョコンテスト最優秀賞、はい、いただきました、ね、これは他の人たちっていうのはハードロックとかそういうのもあるんです。ありましたよ、どちらかというとそっち系が多かったですね。そうですよね、吹奏楽のブラスバンドみたいなとか、フォークデュオとか、うん、そうですね、で女性しかダメなんですね。そうなんです、女性の、はい、大会ということでですね、うん、なるほどね、マーティさんからねその話もちょっと聞いてたんですよね。でそこに関わっておられたというのはちょっとびっくりしましたけど、そうなんですよ ね、 ね、まさかのまさかで出てしまったら優勝してしまって、うん、素晴らしい思い出が20周年できたという、ね、はい、で副賞がマーティー・ブレイシーさんのドラム入りでレコーディングさせてもらうっていうのがあって、うん、こちらも CD 出してるんですよ。そうなんですよ。あ、そうなの、はい、マーティー・ブレイシーさんのドラム、ドラムとオカリナ、はい、私の歌と、はい、そうなんですか、素晴らしいのができて、この間一緒にやらせてもらいましたけどもですね、いいですよねマーティさんね、楽しかったですね、うん、本当に、ね、ということでね今日はね、はい、ブルーローズのお二人、来ていただいてますが、お便りをもう一つ、はい、ご紹介しましょうか。ですね、こちらの方はどうの、あ、金尾さんとしみさん、鈴木さん、ブルーローズさん、こんにちはということでね、朝一番は窓を開け扇風機の風で過ごせましたが、今はもう太陽ギンギン、ギンギラギンですと、暑いですと。どちらなんでしょうね、暑いかなこれ今。先週のしゅんさんの配信も毎日見ていますという、うん、ありがとうございます。今日はブルーローズのお二人、オカリナの美しい音色にうっとり癒されそうですということでね、やっぱりオカリナも素敵な音色を奏でるコツはハーモニカと同じく恋をすると良いのでしょうかって書いてありますね。ハーモニカね、この間司くんが来ててブルースハープの、それでハーモニカ の、 うまく吹けるコツは何でしょうかって、うん、恋ですとか生意気に言いやがって。そうなんですまあでもそれもありますよね、大事ですね、大事なことですよね、なんかね、まあオカリナどうでしょうね、やっぱ違いますかね、恋をすると。いや
やっぱりハッピーでいないと音に出ちゃうと思います、ああなるほどね。歌もやっぱりそうですよね。ですよね、やっぱりオカリナも素敵なね、恋をするって良いんでしょうかって、まあ、読みましたね。冗談をさておき、人はいくつになっても何に対しても恋をする姿勢でいる素晴らしい発見や、大切な出会いに気づき、心の活力となって元気に過ごせるということなのでしょうかというね。岡山には、桃笛というオカリナがありますってあるんですね。桃笛、そのオカリナは桃白桃そっくりで、見間違えるほど精巧ですということでね。そんなのあるんですね。聞いたことありますね。ある丸いオカリナなの、多分あれですね、なるほどね、同様の桃太郎を簡単に吹くことができますということでね、他にもチューリップ、鯉のぼり、カタツムリ、ウサギとカメなど、まあ簡単といえば間違えないように吹くのはなかなか難しいですね、簡単じゃないよね。先ほど二人で合わせるのがあれでしょ。そうですね、一人でこう吹くんだとね、いいかもしれないけどもね、練習中ですとか書いてありますね。今日はブルーローズさんの、楽しいお話と素敵な音色をたくさん楽しませていただきたいと思っておりますので、リクエストは何でもいいですということで、リアルタイムで聞けないので、後ほど鈴木さんの編集の動画を楽しみにしています、いつもありがとうございますというね、安子さんからありがとうございます。はい、ということでね、お便り俺が読む段になったらいっぱい来るな、なんか。これちょっと後で読みましょう。はい、生でやってみますかね。はい、ね、引き続き、はい、それではもう大好きな曲なんですけれど、あのディズニー の、 あの神長姫ですね、塔の上のラプンツェルという、こうおきさき、あ、おきさきじゃないや、プリンセスがいるんですけれど、はい、で、あの今の時代にふさわしいかなと思う輝く未来という曲です。未来が輝きますようにと願いを込めて、はい、演奏したいと思います。輝く未来、はい、はい、いきます。やっぱりね、癒されますね、ありがとうございます、ということでね、これはもう一人、もう一方来てますね、お便りご紹介しましょう、はい、皆様こんにちは
台風14号が怖いけど、今はめちゃ暑い博多ですというね、博多の人から大きな字でね、ありがたいですね。あの本当だ。すごい大きい。ありがたいですよね、これね。まあ僕もね、結構老眼入ってますから、これありがたいですね。ちょうどいいぐらいやね、これね。歌詞カードとかも見れない、見えないから。あ、だから譜面台置かないからね。うん。でも、間違えることもたまにあるんですよ。でも、見えないのよ。で、譜面台あったらかっこ悪いじゃん。そうですよね。ね。だからもう ずっと置かないでやってますけど、たまにポッと飛ぶ時ありますけどね。みんなこれ iPad でこうやってやるでしょ今、ね、そうですね。なんかこうケースみたいなのあって、はい、でシャレトーとか思うけど、ね、いやそれもね、気になっちゃって歌に集中できないのよ。わかります。なんだろうな、なんかだから譜面台がこうパーッと前に何にもない方が写真撮った時に絵になるじゃない。本当そうですよね、うんうん、それは結構思うんですけどね。ということで、途中になりました、暑い博多ですというね。先週久しぶりファミリーの鈴木司さんのレアな吹き方も吹き語りも良かったですねっていうね、一人で吹き語りやってもらったんですよ。僕はギターあんまりできないから、でハーモニカの吹き語り吹いて歌ってみたいな、ね。そして今週のゲストはもう2回目の出演となるブルーローズの美奈子ちゃん、えみちゃんのお二人ですね。お帰りなさいっていうね。これ博多のミキだな。ミキさんですかね。ありがとうございます。人ミキ。もう大好きです。嘘やろ。いや本当ですよ。どこが水道だか。いやもう本当に。中でも笑顔がすごいじゃないですか。もういつもあの笑顔で元気になりますね。そうですね。そういう人もおるんやね。いやもう顔が大きすぎてさ、マスクしいわけよ。優しいです。お帰りなさいってことね。はい、前回もそうだったけど、多分今回も2人のエレガントな雰囲気でスタジオが華やかになるなってるんだろう。どうでしょう、うん、なってるんだろう。あ、なってるんだろうことは想像できますねっていうね。特に今度はスタジオに遊びに行ってた後だから、うん、なおさら絵に浮かびますという、絵が浮かびますという、うん、あ、前に来たんだね、一回ね。今日も加納さんやとしみさんの作る空気の中でのびのびと1時間を楽しんでねっていうね、うん、はい。とはいえ、あれだけ心が洗われるような素敵な演奏を奏でる2人が、下世話な権化とも言われるブルースを好きなっていうのが未だに笑える。ブルース好きなんですか？大好きですよ。本当。もうとってもブルースつながりです。そうです。ミキさんとのご縁はそうですね。本当、俺ブルースかもん。いや、俺も生き方がブルースやもんなって。わざわざそれのそうですよね。歌まで歌いたくないばい。ブルースかもん俺。受けることが。明日のコンサートも、はい、お客さんを非日常の素敵な世界へ、連れて行ってあげてくださいねって。ありがとうございます。そして加納さんもこの間夜中のライブ、お楽しみ様でした。オイラが知ってる中で唯一オイラより顔がでかいおがんちゃんとの初共演はどうでしたかっていうね。そして、明日の楽屋でのライブ、今を生きる金尾城をぶつけて、くださいというね。おいらは変わらずライブ三昧、参戦三昧というね、よくライブ行ってるよね。うん、ね、すごい数ね、行ってらっしゃいますね。昨日は、久しぶりブルース・ザ・ブッチャー、小手ちゃんだね、会ってきましたというね。明日から2日間、の久しぶりの街がステージになる中洲ジャズか。ああそうですよね、ちょうど明日からね。そうか、10万人も来るんだね、人が。すごい賑わいますよ本当。台風の影響でどうなるかわからない状況で心配ですということですね。博多の美希さん、どうもありがとう。いつもありがとうね。
俺10月はかあの博多行くんよ。そうですよね。そうね。4日とかだったでしょ。そう、ね、4日はあの能形でやりますけど、能形でね、あのリバーサイドが流れてるよ今。なんかそう能形の市役所、ね、もうあのほとんどお昼のいい、ね、お昼お昼昼飯時に流れる。いやがおうでも聞かないな。いい曲なので大好きですよ。いやいや、それもあってね、この間聞きに行ったらこそっと、市役所に、嘘か本当か知ろうと思って。で、お袋のちょっと法事があってさ、行ったら、流れよったわけよ。市長さんでアポなしで会って、で、喜んでくれて、で、なんか、今度ライブの時、あの、来てくれると思うんですけど、ありがたいですね。すごい。ということでですね、あっという間の時間来ますが、何やるんでしたか。CD 聞きたいね。そうですか、ありがとうございます。これはしゅんちゃんが入ってるの。そうなんです。菊田俊介さんがギターが入ってるの、はい、スペシャルなあの録音になっています。じゃああれですね、しゅんちゃんがご縁ということがあるんですか。そうなんです、はい、菊田さんのライブに汐留に行って、まあ、それはご縁、はい、ミキさんとかもそんな感じです。そうですね、ね、はい、菊田さんのブルースライブを九州ツアーに見に行って、で、お友達のロケット添島さんとかにそう、はい、あの、紹介していただいて、最初のあのこれ第2弾のあの2つ目のアルバムなんですけど、はい、1つ目のアルバムを菊田さんに名刺代わりにお渡ししたんですよ、そしたらそれにも入ってる曲をすごい気に入ってくださって、あ、そうですか。で、ね、こういう入れていただくことになりました、はい、なるほどね、いや、松下からメールが来てますね。あ、あ、声ガラガラだね。大丈夫でしょうか。そんなひどいかな。まあこれラジオだからね、しょうがないよね。そういう時もありますからね、ということでですね、これアトランタからも来てるかもしれないな。ちょっとなんかね、すごいですね、あの、もう世界、いやいや、そういうわけではないですけどもですね、素晴らしい。あ、リバーサイドお願いしますって、なんかアトランタのね、つとも隆さんという空手の師範がいるんですよ、大山空手の USA の、今アトランタに住んでて、ブルーローズのお二人こんにちはって言うね、アトランタ23度30度近い、武蔵小杉から比べると、過ごしやすくなりましたという、ブルーローズのお二人は前回、登場は 7ヶ月前だって、そうですね、その時確かカナオさんと演奏したリバーサイドのオカリナが、リバーサイドの曲にイメージにぴったりだったことを思い出しましたって、川辺の菜の花が目に浮かびましたということでね、ぜひ今日もリバーサイドお願いしますということで、松下さんが声ガラガラだねって。なんだよ、自分は休んでおきながら。ね、少し、ね、大丈夫でしょうか。ね、あの、ね、早く良くなってくださいね。本当ですね、お大事に、ね、なさってください。どうしようかな、リバーサイドやってみる。声ガラガラだからね、しょうがないよね。いや、それはセクシーでいい。 あれを聞こうよ。この中からしゅんちゃんのその、はい、これタイトルなんでしょうか。うつせみという曲です。うつせみ、じゃあ聴きましょう、はい、こんなにも好きI'm not afraid to die.
声が踊ってる。初めての恋でもないのに、特別な気がするのよ。ということでですね、はい、間違えました今いやーね、結構今日は動揺してますけどもですね、まあ、あっという間のね1時間でございましたが、はい、すいませんね、なんか僕ちょっと体調悪くて、今日マスクつけてね、こうやらせてもらって、なんかちょっと喉がねちょっといがらっぽいっていうか、そういうのがあるんで、まあちゃんとこう今日ははい、アクリル板も用意しましたけど、はいはい、なんかこのガラガラ声でいいんだったら歌ってもいいよ、いいか悪いか言ってみろよ、お前ガラガラ声出るかな、素敵です。アトランタのツトム高橋さんから、ね、リクエストありました、リバーサイドマイホームタウンを 歌わせていただきましょうか。じゃあどうだろうな、ちょっとごめんなさい、ね、チューニング、はい。
これあれだな、温度が違うからすごい変わるね、うんうんうん、オカリナってそういうことはないんですか？あります。あったかくなると音上がりますから、はい、す本当、はい、あやっぱりそうなんだそういう陶器でできてもそうなんですか？そうですね、陶器なのでも、まあ、もろにというか熱をやっぱり、はい、吸収したり、はい、冷たくなったり熱くなったりが結構は、激しいですよね。あそうなんですか、ああそうだね、これ全然全然違うな、これ。ちょっと待って、なんかちょっと喋ってください。大丈夫、喋ってください。そういう意味で、松下に救いを求めるねえ、そうですよね、ゲストの人になんか喋ってくださいよ大好きですよ、この曲ね、うん、そうですね、うん、前回ね初めて聴かせていただいて、ずっと聴いてます、うん、CD をね、ちょっとこの時だけ前マスク取ろうかな、ちょっと、うん、いいですか、すいませんね、じゃあアトランタのですね、ストーン高橋さんのリクエストにお答えしましょう、はい、リバーサイドマイホームタウン。川が流れてる、思い出が流れる、春には菜の花が辺りを埋め尽くす、雪か亡くなりました。はい、ということで本日のゲストブルーローズのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ライブ頑張ってください。明日恵比寿ですよね。はい、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。 See you next time。思い出が流れる、春には菜の花があたりを埋め尽くす、雪かう人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない。